バリエデトラパガ、またはトラパガランは、スペインバスク州ビスカヤ県のムニシピオ。公式名は二言語の間にハイフンを挟んだバジェで、トロピガトラポギャラン。バラカルドや、ポルトゥガレテやオルトエリアと同じく、ビルバオ川口左岸に位置し、ビルバオを中心とするビルバオ都市圏に含まれる。標高が異なる二つのゾーンがレーネタケーブルカーで結ばれている。 ローマ時代から鉄鉱石が採掘されていた歴史を持つ。バリエデ・トラパガ・トラパガ・ランは、ビスカヤ県とビルバオの北西1 2トルの距離にあり、バスク山脈の一部であるトリアの山地に近い。ビスケ湾岸を走る欧州道路の e 7号線が自治体内を通過している。自治体は2つのゾーンに分かれている。人口の90%は低標高のゾーンに住んでおり、 行政的中心地のトラパが、ドゥラニョナ、エルフンカル、エルゲロ、ガリーサルセディリオ、バリエデトラパが、ウガルテの各地区がある。トリアノ山地内にある、高標高のゾーンには、ラアルボレダ、マ、ま、たモロスブルサコ、パルコチャイコールバリオヌエボ、ラレーネタの各地区がある。高標高のゾーンと低標高のゾーンは、剣道勝備マイナス3755号線と、 レーネタケーブルカーで結ばれており、ケーブルカーの車内からは、ネルビオン川西下流部のビルバオ加工を見渡すことができる。この地域では、ローマ時代から鉄鉱石が採掘されていた。19世紀末の鉄道建設後には、工業活動や標高の高い場所への居住地の建設が加速した。バリエデトラパガトラッパガランにある多くの建物は、 採掘活動が拡大した19世紀末から20世紀初頭に建築されたものである。サンホセ・オブレロ教会はロマネスク様式の教会であり、サンフアンバーティスタ教会は新古典主義様式の教会である。20世紀初頭に建設された視聴者が残っている。20世紀中頃には鉄鉱石の交渉が掘り尽くされ、この産業の過去の痕跡は残っているものの、 現在のこの地域は居住場所、またはレクリエーション場所となっている。かつて鉱山だった場所の多くには水が溜まって蝶箱となっており、釣り用に魚が放たれているほか、スポーツ施設も築かれた。レンフェがビルバオ都市圏の近郊路線として、セルカニアスビルバオの3路線を運行しており、うち C-1 号線と C-2 号線がネルビオン川佐岩を走っている。 c-2 号線は、バスク州ビスカヤ県とカンタブリア州の宗教に近い、ムスキスとビルバを結んでおり、始発駅のムスキスを出発すると、オルトエリャ、バリエデトラパガトラパガラン、バラカルドを通って、ビルバオ市街地に入り、終着駅のビルバオアバン駅に至る。自治体内には、トラパガ駅とトラパガラン駅の二駅がある。低標高のゾーンと高標高のゾーンを結ぶ、交通手段として、 バスク鉄道がレーネタケーブルカーを運行している。1926年に開業したレーネタケーブルカーは、ふもとのエスコントリーリ駅と標高400メートルを超えるレーネタ集落にあるラレーネタ駅を結んでいる。貨物用ケーブルカーとして建設されたが、やがて旅客輸送も行うようになった。1985年に改修されている。 2014年7月には重要文化財に指定された。レーネタケーブルカーの最大車度は36%であり、全長1179メートルの路線が標高差342メートルの二駅を結んでいる。平行四辺形のキャビンを持つ日本の多くのケーブルカーとは異なり、レーネタケーブルカーは長方形のキャビンを持つ。ポルトガルのポルトにあるポルトケーブルカー同様に、 坂上でもキャビンを水平に保つ機構が備わっている。ふもと駅までは、ビスカイバスの路線が通じている。レネタケーブルカー以外に、バスク州にある、ケーブルカーとしては、ビルバオのアルチャンダケーブルカーや、サンセバスティアンのイゲルドケーブルカーなどがある。レネタケーブルカーに関するカテゴリー、ありがとうございます。